です。どうも、トイです。そして、イエーイ、ノロノロサキドットイゴン、タモン、レン、よし。お前、無縁とかいうキャラじゃないやん、最後。そうか、僕らのチャンネルですよね。皆様、チャンネルで揉めたことないのに、他人のチャンネルで揉めたことない。初めて見たんですよ。なんでよ。まあ、ひどかったけどね。はい、今日のゲスト、ST スタジオでーす。皆様、ST スタジオですね、僕たちは2年半干されました。ちょっとそれやめてくださいって。もう両チャンネルで撮れる。80万回ぐらい回った動画を出したのに干されました、僕たちは。干すとかないやろ。お茶に書くんだ、今。それでちょっと ST スタジオとね、思い出ちょっと語らせてほしいんですけど、はいはい、僕たちがまだ駆け出しの YouTuber の頃、8000人ですよ、登録者。その時にこのチンピラたちはもう30万人以上の登録者がいて、 それなのに快くコラボを引き受けてくださったんですよ。そう、でそこを機に僕たち1週間で8000人1万人ぐらい増えたから。そうやねん。そう、めちゃくちゃ増えて、そのおかげで今の僕たちがあるんですよ。そう、だから ST スタジオめちゃくちゃ感謝します。本当にありがとうございました。いやー、そう、ありがとうございます。まあ、これを見てくれてる小屋ちゃん来る視聴者さんもね、はい、本当 ST との再コラボすっごい望んでいて、そうで、ね、僕たちなんとこの7月に4周年を迎えたんですよ。おー、おめでとうございます。記念としてね、声優はぜひって言ってくださったんで、撮らせてもらってますということで、でこんな大事な回で投薬はテラーですということで。そう、まあ今ね、外れかいと思った人いると思うんですよ、正直。まあ、ここ東屋なのみたいな思うと思うんですけど、まあ、聞いてほしいんですよ。まあね、この ST スタジオさんですね、ワンピース知ってる人、うん、大好きです。そう、ここめちゃくちゃ大好き、大好き。で、知らない人、ここあんまりワンピース詳しくない、うん、でも、ワンピースの映画全部見られてたりとか、全部見てる。ちょっとワンピースを知ってるよ、みたいな人なんですよ。で、僕も1個見てないですか。あー、まあいいのよ。まあいいのよ。まあ、そんなね、まあ、ワンピースゼロでもちょっとでも知ってれば、僕もにわか言われてるんで、うん、そんなにわかでもやっぱりワンピースの伏線めちゃくちゃ感動することあるんですよ、はい、じゃあそんな中で一番感動した伏線を、まあ、7個持ってきたんですよ。でも初心者にも分かりやすくしてくれてるってことですか。そうです、そうです。なるほど。いやー、そうや、渋いなー。いやいや、まだ渋くないし、初心者の王道言ってんのよ。なんかあの仲良いじゃん、大輝くんと。ええ、全然仲良くないんだけど、あれツイッターで一方的に絡まれてる。やからやから、あれいじめられてんの、俺。どっちかっていうと、今日初めてやってる。今日初めて。そう、この中田翔みたいなさ、焼きそばパン買ってこいやみたいな、あの一方送られてんのよ。はい、まあ、ということで今日はそんな私の感動したワンピースの伏線持ってきたんで、まあ、それ聞いてもらって、はい、最後に、まあ、それぞれどれが一番良かったか選んでもらおうかなと思ってます。面白い企画持ってくるじゃないですか。さすが東野よ。はい、まあ、というわけで、まあ、早速1個目からやっていこうと思います。1個目はこのサンジ VS ルフィに隠されたまあ友情の話をしようと思ってて、1個目からいいな。ホールケーキアイランド編、サンジがビッグマムのところにまあ嫁いでまうわみたいな話やったわけで、まあもう一味抜けてまうんちゃうんかみたいなことがあったわけじゃないですか。でそんな中でサンジ VS ルフィ、もうこれめちゃくちゃ熱かったっすよね。熱かったね。そう、ルフィはもうサンジに手出さずに、サンジだけが一方的にルフィボコるのまた切なくて、もう辛い。そうなんだ。辛い。そうで、サンジがルフィに別れを告げた技、これ何か覚えてますか。婚活生。すごい、すごい、正解。そう、婚活生なんですよ。すごい、あのかかと落としでぐるぐるって回ってギューンって。そう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 、実はこの婚活生がすごいんですよ。どういうことかというと、うん、こちら見てほしいんですけど、うん、これ婚活生、はいはい、空島編の時にボスの一人倒した時に使ったんですけど、うん、これ実はルフィとの共同技やったんですよ。ルフィが相手をこうやってぐるぐるに押さえて、ああ確か確か確か、サンジが婚活生で倒すっていうことをしまして、サンジがルフィとの別れの技で選んだのは初めて一緒に作った共同技やったんですよ。っていうのが1個目のこのサンジとルフィに隠された友情。うわ、すげえ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 、らしくないな、クオリティ高いな。あれ、あれ、期待以上のものを持ってきてしまいましたか。もしかして、あの今日何ミュールとかそういう話しないんですよ。分かんないと思うんで、そこ遠や渋じゃないんですよ。待ってたんですよ。まだ渋くない、まだ渋くない。じゃあちょっと次行こうと思うんですけど、2個目が小田先生ってめちゃくちゃ伏線張られるんがうまいっていうのもみんな知ってると思うんですけど、年末にね、このジャンプフェスタっていうイベントがやられ
られてるんですけど、はいはいはい、まあ、そのワンピースステージに昔は自分で出られて喋られとったんですよ。そう、生のことですね。そうそう、で、翌年のワンピースこういう展開になるから楽しみにしててねみたいないうコーナーがあるわけなんですけど、はいはい、ウォーターセブン連載する前ぐらいの時に、まあ、小田先生がね、そのジャンフェスで喋る機会があられたんですよ。で、その時になんて言ったか、来年は仲間一人船から降りることになりますっていう発言をされたんですよ。で、もうジャンフェスにおったワンピースさんは、え、誰が降りるん、どうなるんっていうことでジャンプをね、翌年読むわけなんですけど、そしたらウソップの離脱問題が出るんですよ。いやー、それは知ってるわ。出ましたよ。そう、ウソップ船から降りてまうんってもうみんなが思ってたんですよ。一味抜けるってことだよな。そう、で、ここでウソップとの冒険は終わりなんて、うん、まあでもウソップってやっぱりその2年前って、まあ、めちゃくちゃ弱かったし、なんかもうこれから先の冒険ほんまについてからへんのちゃうんかなみたいな、うん、そう、だからもうここで多分お別れなんだみたいなことを思っとったら、うん、実はこれ最後まで読んだら NS ロビーで別れたのはメリーゴーやったんですよ。でそう、あ、はいはい、思わせといてっていうね。そう、これがめちゃくちゃすごい伏線やなって僕思ったんですけど、うん、実は今小田先生またこれに関する発言してて、最近はこのジャンフェス手紙っていう形でくれるんですけど、うん、その中で言われてるのが、頂上戦争が可愛く見えるぐらいの戦いが起きますよっていう予言してたりとか、うん、あとは今年の展開、今年赤髪のあの男が動くよみたいな予言もしてるんですよ。で、これって赤髪って言ったら僕たち今シャンクスってパッと思いつくんですけど、はいはいはい、もしかしたらこれもなんか裏を書かれる展開が来るのかなっていうことで、すごい期待が高まるなっていう伏線ですね。さっき婚活でされてた空島のやつも赤髪ですしね。あ、確かにね。確かに確かに確かに、お前に絶対出てこねえだろ。あいつは新世界で出てくるかもしれないからね。ありえねえだろ。悟りボスって嫌だな。もう一回玉の試練やりに来たよみたいな。はい、まあという感じなんですけど、3つ目がですね、うん、ワノ国編の話になるんですけど、はいはいはい、炭治郎っていう、まあ、キャラがいて、こいつ、まあ、簡単に言うと裏切り者をやったんですよ。で、裏切り者でそうそうね、ワノ国編読んでないからね。追いついてない人が今ショックを受けて。嘘でしょ、まあ、見てないのか。嘘でしょ、ネタバレされてあんなに仲良くやってたのにあいつ裏切り者やったっていうのが、まあって、炭治郎って言ったら絵が下手でもその絵を実体化できるみたいな能力を持っとるわけで、まあこの抜きスズメとか言ってスズメを描いて、なんか下手なスズメ描いたりとか、まああとは竜描いてね、象登る時に可愛いねみたいなことになっとったわけなんですけど、実はこれ全部左手で描いてたんですよね。本当だ。左手で描いてた。左利きなんだじゃん。左利きなんだって思うじゃないですか。でもご飯とかは右で食べてたんですよ。そう、どういうことだと。そしたらこれなんと裏切り者って分かった時にめちゃくちゃ絵が上手いやんってなったんですよ。そう、鶴をね描いたり、ね、そう、自分本人とか描いたりとか、そんな上手いの実体化できると、うん、でも実はそれ昔描かれてたんですよ。このシーンなんですけど、赤鞘国男が20年後やってきた時とかに飛んでるんですよ、上にちゃんとしたスズメが。そう、あー、ほんとだ。ということで、実は小田先生最初からもう感情裏切り者って決めて、こういう風に伏線を敷き詰めていたんですよね。あ、じゃあこのスズメはめっちゃうまいってことですよね。あ、そうそう、スパイなので今このスズメにオロチ将軍のところに虹ネーク飛んだよってことを伝承バトルしてるんですよ。実は うわ、こんな細かいとこまで考えてんの。ちゃんとこの時は右手に持ってる。そう、勝つ、ね、確かに、ま、細かすぎるマジで。そう、だからワンピースってこういう細かい伏線も、ま、結構あるんだよっていう話だったりするんですけど、まあ、そんな中で次の伏線なんですが、マジでいくい、うん、怖いなと思って俺の方見て喋ってたんだよね。ちょっと助けを求めて。いや、俺もちょくちょく怖いなと思ってたんですけど、汗ダラダラだし。いや、暑いね。めちゃめちゃ暑いね。一人だけ汗ダラダラだし。やっぱりね、お化け屋敷なんですごい緊張してしまうんですよね。お化け屋敷、お化け屋敷ではないです。家だから。作り物の幽霊みたいな。はい、まあ、ということで4つ目いこうと思うんですけど、はい、4つ目はゾロ。ゾロ、うん、ゾロ、はい、ゾロっていうと夜の一味の中でもすごい人気なキャラなわけなんですけど、うん、実はこのゾロの持ってる刀が全部ワノ国に関連していたっていうことが、うん、このワノ国編で分かったわけなんですよ。で、魔道一文字っていうのがもうゾロがすごい昔から大事にしてるクイナっていうね、この親友が使っとった刀なわけなんですけど、クイナのお父さんの幸四郎先
先生っていうのが、まあ、ゾロの師匠に当たるわけなんですよ。でもう一本ゾロが持っとったのってシュウスイって刀があるんですけど、はいはい、これってリュウマっていうボスを倒した時にもらった刀なんですよ。そうゾンビのね。そうでリュウマがこの和の国の侍っていうことが分かっとったんで、和の国編ってどうなったかって言ったら、リュウマって東神様って言われて奉られてるぐらいめちゃくちゃ強い侍の神様やったんですよ、はい、でこのリュウマの刀を受け継いでるゾロと。でもう一個三代鬼徹っていう刀持っとったんやけど、この刀も実はこれ和の国の刀鍛冶が作ったんやで、ね、みたいなことが分かって、ゾロってやっぱりめちゃくちゃ和の国と深い関わりあるやんって思っとったんですよ。そしたらこの単行本の中にこの SBS って言って小田先生がね直々に質問を答えてくれる場があるんですけど、そんな中で重大な情報が言われたことがあったんですよ。それが、まあ、質問内容が92巻でこの SBS で、まあ、和の国からイーストブルーに来てることが明かされましたけど、それってなんか下月家とかと関係あるんですかみたいな、はいはいはい、でこの下月家っていうのが実はこの幸四郎のお父さんの血筋だったよっていうことが分かったんですよ、うん、だからゾロの師匠は和の国の血が入ってる人やったんですよ。あ、そうっす。そう、そのお父さん、まあ、下月幸三郎っていうんですけど、実はこの下月っていうのは龍馬の名字でもあるんですよ。下月龍馬と。下月家なんすかあいつ。そう、そう、ってことはゾロは下月家となんか関係あるんちゃうんかと、うん、もしかしたら下月ロロノはゾロなんじゃないのかとか、そういうことがめっちゃ言われてる。確かにくいけどもあ、どうすか和風と洋風の名前が混ざってなんか変な感じになってる。まあでも下月幸三郎って幸四郎を産むときに誰かと結婚したって言われてるんですけど、うん、結婚した相手が実はロロノア姓やったんじゃないのかとか、そういうことが言われていて、このゾロと、まあ、この下月っていうことでもうね、ゾロが仲間になったのなんてもう一家の話なんで、そうどんだけ引っ張ってくるんこの設定と。あ、確かに。そうだから、もしかしたらほんまになんかまたクイナの話があるとか、その深掘られるんちゃうんかなっていうことで、まだこれ深掘られてないんで、まあ、すごい気になるなっていうところなんですよね。ゾロってなんか他の剣士のキャラと比べて技名で武士っぽいの多いっすよね。ああ、確かにね。とか居合斬り、獅子孫孫とか、居合斬りって完全に和じゃないですか。はい、だからおにぎりとかあるよ。あ、和でしょ。お前どの話してるか怖なってきたら。大丈夫です、合ってます。その感情合ってます。大丈夫ですか。大丈夫ですか。次大丈夫ですか。はい、まあ、ということで次5個目なんですけど、うん、ワンピースの中でよく空島の伏線を言われることが多くて、うん、何かっていうとこちらジャイアの最初の出てきた地図なんですけど、はいはい、まあ、このジャイアの地図をこの2つの地図出てきて、空島の地図あるんだみたいな、うん、そう、空島ってとこあるんだっていう冒険の始まりだったんですよ。うん、まあ、めちゃくちゃワクワクする始まり、うん、で、まあ、普通にジャヤっていう街について、あ、こういう街もあるんだねっていう地図、実はこの地図最後に合体するっていう、そうね、いや、これやばかったもんね。そう、これやばいっすよね。でこれもめちゃくちゃ驚いたなって思って、うん、実際最初なんかモンブランクリケットっていう、まあ、よくわからんね、おっさんの家行ったら、うん、このハリボテの家みたいな、うん、そう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 、家がね半分だけ家になっててハリボテなんだよね。そう、ただの見えっ張りのおっさんかみたいな、ワンピース変なおっさん出てくるしなって思っとったわけで、そうやなと思って終わっとったら、その半分がちゃんと空島にあったんすよ。いや、やばかったそう。で、これ最初からモンブランのおっさんはドクロの右目に黄金があるよみたいなことが言うとったわけなんですよ、うん、でも意味わからないじゃないですか、うん、で、最後の最後で、え、ドクロの右目ってこういうことやったんっていうことが、うん、まあ、言われて、まあ、驚くっていうことなんですよね、うん、はい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 、はい、ここすごかったな、マジで。はい、鳥肌の立ちをマジで半端ない。これはすごい。そう、うん、で、ここを、まあ、すごいなと思っとって、で、僕普通にまたワンピース読み返しとったんですけど、その時にまたこれワンピース詳しい人から教えてもらったんですけど、はい、それがこちらなんですよ。トラブロックなんですけど、あ、チョッパーが仲間になったところで、あ、まあ、これ普通に雪の降る村ビッグホーンっていう、なんかまあ普通やなみたいな、まあ出てきたなと思って、まあ、なんとなく背景として見てるじゃないですか、うん、はい、で、こちらまたなんかいっぱいこの山の背景が描かれるんですよ、うん、はい、まあ、でもまあ特に気にしないじゃないですか、うん、そんなの、はい、まあ、漫画やし背景も描くやろみたいな、はい、でも実はこれ最後桜の木になる。いや、もうこれもめちゃくちゃ良かったな。そうで、これもうめちゃくちゃ感動するシーンやし、うん、最高やなと思うんやけど、これビビるんが、小田先生これ考えて書いてなかったらしいんですよ。えー、連載中に思いついたらしいんですよ。やばくないですか、どんな開
らめき？そう、そんなひらめきあるんと思って。あすごい。そうで、今これまたワノ国編なんですけど、ワノ国ってまあこういうね、めちゃくちゃ長い富士山って言われてる山があるんですよ、うん、あこれまた何か仕掛けてくるんちゃうんだなと。あー、確かに。おぼおぼ。そう、まあ、ということで、まあ、すごい楽しみやなっていう、もうこの地形すらも見せてくるのがえぐいなと思った話でしたね。うん、好きないっすね、マジアンビザ。いや、えぐいっすね。チョッパーの技とか、ロゼオとか桜めっちゃつくじゃないですか、うん、そういうのやってて、気づいたんすかね。そう、多分そう。ドバタ会議みたいなやつ。補足すると、チョッパーって鉱物って綿飴じゃないですか。あ、はいはいはい、チョッパーが持ってる綿飴、もう全部ピンクなの。あ、確かに。おー、そうだ、同じなんですよ。もうなんかほんと痺れるわ。やばいね、ほんとに。はい、で、続いてなんですけど、まあ、麦わらの一味って、うん、やっぱこの仲間が増える瞬間でちょっとテンション上がるじゃないですか。上がります、ね、まあ確かに、まあ、新しい、なんかもうこいつ仲間になるんや、うん、みたいな。でもそれって実は法則あったんですよ。法則？そう、それが何かっていうと、これもまた SBS で質問コーナーで言われとったんですけど、麦わらの一味のこの悪魔の実能力者って法則ありますよねみたいな質問があって、うん、ルフィのゴムゴムやったら5656に置き換えれると、うん、で、はいはい、チョッパ人やったら1101に置き換えれると、うん、で、もしかしてロビン花々やったら8787と、うん、で、ブルック読み読みやったら4343と、はい、ということはこれ残ってる数字2と9なんですよ。はいはい、はい、そう、じゃあこれ質問者は2期抜きの実なんで、バーソロミュークマが仲間になるんじゃないんですかっていうことを聞いて、で、小田先生はこれに対してノーコメントって言って濁してるんですよ。おー、いや、そう、ほんまにノーコメントやったら取り上げなかったらいいじゃないですか、自分で選べるんだから。確かに。で、じゃあこれ絶対何かしら意味があるんですよ。うん、うわ、でも、まあ、これ確かに聞いた時僕もめちゃくちゃすごいなと思ったんやけど、うん、残念ながらクマはもう仲間になりそうにないじゃないですか、うん、まあ確かに。なってくる。じゃあこれ金右衛門がふくふくの宮から2929の仲間になるんちゃうの、うん、とか言われたりとか、まあ、しとったんやけど、さすがに金右衛門もう仲間にならへんと思うのよ、この今の展開考えたら。でもここで最近ワンピース読んでて、ゴムゴムの実めちゃくちゃ重要になってきたってことが改めて分かったじゃないですか。はいはい、はい、それでその中で言われとったのが、赤髪からゴムゴムの実を受け継いだみたいなことを言われとったわけなんですよ、うん、ああ、そうで、さらにこのワノ国編っていうのはバリバリの実の前任者が出てきたりとか、うん、マネマネの実のミスターボンクレーの前任者が出てきたりだとかで、やけに前任者が出てくるようになったんですよ、うん、はい、ということは逆に今度未来後継者が出てきてもおかしくないと思ってて、このニキニキの実の後継者が麦わらの一味の仲間になるんじゃないのかっていう。おお、すげえ。なんでこの伏線はまだ終わってないんだよっていうことを思うんすよね。すごいすごい。うわ、だからノーコメントって言ったのか。そう、これ結構深いっすよね。だってマジで、いやマジで深いっすね。一回安易な考えと見せかけての実はまだ裏で繋がってるみたいな。天才っすね、やっぱり。あまり興味ない。仲間も なかなかやるなっていう。めっちゃやるよな。渋いな、赤間。渋いぞ、どうよ。渋いか、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 そこじゃないぞ。そこじゃないだ。今の渋かったか。ワンピースのことでしょ。ワンピース小田さんとかワンピースに対してすぐやるなって感じ。俺はね、そういうことですか。いつもこういう感じなんですか。普通に頑張ってる。なるほど、なるほど。君投薬に槍が刺さりました。そうね。今だいぶ脳みそ揺らされてたから。はい、まあ、じゃあラスト、これ7個目なんですけど、小池チャンネルでも初めて話す話なんですけど、ゴムゴムの実に関することで、まあ、すごい思いついてしまったことがあって、まあ、このゴムゴムの実めちゃくちゃ重要な実なんですよ、うん、で、まあ、これ最近のジャンプの内容なんですけど、フーズフーっていうカイドの手下がおったわけなんですけど、この手下がもともと CP9 やと、まあ、世界政府側の人間やったってことが分かったんですよ、うん、で、まあ、それだけじゃなくて、そいつがなんか任務で失敗したから、まあ、海賊にならざるを得なかったみたいなことを言うとったんですね。何の任務やねんと。それがゴムゴムの実を輸送するっていう任務やったんですよ、はいはい、ここで一番に繋がってくんのと、うん、で、このゴムゴムの実を輸送する、じゃあここである海賊に襲われたと、うん、それがシャンクスやったっていう話なんですよ。すごいなと。ここで1話の伏線回収してくるんやと、まあ、思ったわけなんですけど、うん、でもここで不思議に思ったんが、シャンクスって世界政府のトップではゴローセとも通じてるわけで、はいはい、なんで CP9 襲ったのにこいつゴローセって未だに会えるんだろうっていうことを思ったんですよ、うん、
でもシャンクス多分ゴムゴムの実の重要性っていうのを知ってると思うんですよ、うん、じゃあこの重要性が何かってすごい気になりませんか。まあ確かにめっちゃ気になります、うん、これが今回分かったんですよ。なんで分かったかっていうとエネルがすごい関係してるんですよ。エネル、そうエネルの悪魔の実って覚えてますか。ゴロゴロの実ですよね。そうゴロゴロの実なんですよ、はい、でこのゴロゴロの実を持ってエネルは箱舟マクシムに乗って宇宙に行ってるんですよ。扉絵シリーズで書かれてるんですけど、うんはい、宇宙に行ってるなと。エネルって特に宇宙服とか着てないのに宇宙に行けてるから、うんうん、でこれってなんでなんやろって思っとったんやけど、うんうんはいもしかしたらゴロゴロの実とゴムゴムの実だけが唯一宇宙に行ける実なんじゃないのかなっていうことを思ったんですよね、うん、これなんでか2つの実ある共通点があるんですよ。2つの実の56ですか。そう、確かに確かにゴロゴロだっけ。そっか、素晴らしい。やっとちゃうと思ったらそばで行く。はい、OK ですね僕は。意外にこういうところで宇宙に行くとかいう設定を生かしてくるんじゃないのかなと、まあ、ということを思ったんで、まあ、最後入れときました。理由は説明してくれへんねや。あ、もうゴムがなんで宇宙できるの。え、それはもういいのよ。え、あれあれあれ、見たことある景色だ。あれあれあれ、あった、これ一本で動画にしたかったんだけど中身思いつかなくて、今日コスッと入れようと思って。いやいや、なんでそんな。いや、ちょっといい空気で終われそうやって。また2年半干されるから。おい、今回は明確な理由を持ってやっぱさせてもらいます。大気名分から、うん、はい、あ、大家のせい。あー、ほんまに楽しいな。次ラスト。いや、もう終わった。終わった。今からこれ終わりの最悪やん。はい、まあ、ということでね、はい、まあ、今日の伏線七部会いかがだったでしょうか。あ、面白かった。面白言わせた感すごいね、これね。優しいからね。まあ、正直最後はちょっとふわっとしちゃったけど、途中でもめちゃめちゃやばいのあったもんね、いくつも。いや、一番でも俺はサンジとルフィのね、コンカッセ最初かな。そこが一番しびれたね。コンカッセだけはずっとバッサリカットする。いやいや、そんな時間5分とかになるから。ちょっとコンカッセの画像もう一回見ていいですか。もう一瞬なんか麦わら帽子かぶってるルフィに見えたんですよ、このコンカッセ。俺一瞬まずそこがちょっとびっくりしちゃって、もしかしたらそれもあんのかなって思っちゃった。ねえわ。さすがにない。ねえわ、これはない。ワンピース知らなくてもわかる。俺めっちゃシャンクス見えない、これ。あ、シャンクスっぽいわ、確かに。サンジシャンクスにかかどじしてる。いや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 、もうシャンクスファンから怒られるじゃん。怖いぞ。じゃあ最後一個ずつ良かったものだけ選んでもらえたら。じゃあ僕はゾロの下りですかね。やっぱ下月の下りですね。確かにゾロも良かったな。話した内容プラスそのなんか顔似てるんですよね、確か。そうなんですよ。それも相まってやっぱすげえ伏線なんだなっていう感動。まだ普通にゾロが大好き。ああ、分かる。そう、ありがとうございます。ゾロ嫌いなやつ見たことない。確かに見たことない。確かに確かに。ゾロ好きって言ってるやつで悪いやついないから。なるほど。おお、すげえ持論ぶっかましから。じゃあ俺ゾロ好き、ゾロ好き、ゾロ好き。いいんだよお前。あっさかったっすね、今。まあ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 、いいいいよ。あ、そうですか。次行ってくれ。次バーバレバレバレ。僕はチョッパー。映画一回見たことあった、チョッパーの。はいはいはい、はい、で、その時その、まあ桜出てたじゃないですか、その時も、うんうん、それでさっき小焼さんがその、綿あめ好きで、はいはい、ピンク色なんだよ、みたいな、うん、あ、そういうことだったのかと思って。僕1ポイントっすね。あ、小焼さん1ポイントっすね。ポイント制になった。いや、本当に感動したチョッパーの話。いいね。どうやったらポイントだよ。あ、そう。こんな未公開の剣みたいなぶら下げてるよ。刺しちゃう、刺しちゃう。刺すには小さいよね。化学反応してるの。意外とまとまってる。意外と相性いいよ。相性いいよ。俺らより扱いうまいよ。いや、もういい。あ、いい。どうやれたん。ラスト。俺はまあ、ナミコダヘイキシス。俺らもね、やらせていただいた方の話なんですけど。それじゃないですか。はい、まあ、ナミコダヘイキシスについても、SCスタジオさんの方のチャンネルで語らせていただいておりますので、ぜひ見てください。うまっ、うまっ。成長したね、ほんとな。2年半の修行の回あったな。今回はね、ST スタジオさんの人に間違えられないですかね、僕ね。これで間違えられたらもうチャンネルがおかしい。そもそもなの。
最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。ぜひね、今回はもう豪華コラボなんで、ぜひ今回1万は超えたい、超えたいね。また超えたらまた多分コラボしていただけると思いますね。はい、皆さんなんとかお願いします。わがままみたいな、またガチでわがままみたいな、お願いします。お願いします。それでは See you! Bye! バイ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 。まやちゃんクルーがこの夏アゲアゲ、楽しみいっぱい躍動感、クルーのみんなでもっと盛り上げて、 Twitter、LINE ライブ公式 LINE もやってるよ、フォローしてね。お風呂の前はこやっきーチャンネル。